題してダイナミックゴーカートとアクロバティック選手権、イエーイ。今回はゴーカートでさ、あのスコアが出るじゃない。出るね。アクロバティックの動きをすると。でもとりあえず俺がね、1個見せようか。じゃあいいよね。どういうところでポイントが出るのか。まあこれでね、普通ピー飛んだら、はーい、飛んだら大体6万ぐらいね。で、回転とかなんか入れると、はいはい、スコアがね、倍になるんだよね。こういう早が。ああ、はい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 。で、C4 ボムあるじゃない。C4 ボムを使えば、もっと高く飛べるの。こっち、ついてきて。は？え、こつぼ。リモートバグは俺が用意してたから。それは聞いてない。それは聞いてない。これで、おのおのリモート爆弾を車につけて、はい、誰が一番高得点を取れるかだから、今回の選手権は。わかりました。それではやっていきましょう。あの、これ選手権ではあるけど、起爆する権限は関係ない人にあるから。ほんとだよな。当事者の人じゃないか。わけわかんねえ。何それ。それはもうね、使用上しょうがない。はい、押してくださいとかさ、押してくださいとかさ、あ、言うってことね、わかりやすい。そう、言わないといけない。じゃあまず、じゃあ第1投目は、まあお手本がてら僕が行きます。はい、はい。その僕の考えた戦法っていうのが、この普通に飛ぶだけだとちょっと勢いが足りないなと思って、で、俺がバウンサーで上に飛んで、その勢いでまた爆発で上に飛んでいくから。わかりました。はいはい、うん、準備完了です。これいけねえ。絵面やばいんだけど。いきますよ。どうぞ。ついにこの時が第1回目サミジャパン。はい、まだだぞ。おーゴーファイヤーゴー。しかも何個か残ってるよ。それ押しまくってみ。いや、もうないないない、押すものが、うん、弾薬を足りないよ。なんで、なんで今やって、なんで今やって、なんで爺さんで、どうして、わけわかる。エイくんでしょ、エイくんでしょ。お前じゃないよ。え、本当に、あれ爆発はしたんだけど、しかも何個か残ってるよ。それ押しまくってみ。え、いや、もうないないない、押すものが、うん、弾薬を足りないよって言われた。なんで、なんで今やって、なんで今やって、なんで爺さんで、どうして、わけわかる。何、エイくんでしょ、エイくんでしょ。え、俺じゃないよ、俺じゃないよ、俺じゃないよ。不発だったじゃないの。不発とかあんの、このゲーム。運用さんの、このゲーム。いやえ、どんぐらいで出てた。16ぐらいだったと思う。16ぐらい。16 16。あ、2番手ハムッチは、はい、なにこれ、まあ、三味の頭いい番で上からね、あらかじめ高さを設けておくと。確かに間違いないかもわからん。そうだよな。なんかもう、確かに、ね、真横に飛んで一回何回か地面とか壁にぶつかりまくってたから、上から行った方がいいでしょうっていう。まあそうだな、ポイント稼ぐからそっちの方が頭いいな。で、確かに、うん、助手席に、あの、途中で乗って、うん、俺はインパルスを車に投げまくる。自分の。ほー、え、すごい、それできんの？多分できる。と、俺は信じてるよ。あれ？多分もうそれぐらいで、うん、全部ギリだと思うよ。えぇーあぁあぁ、足が全部壊れてる。何やってんの、お前。違う、最低。間違えた、全部壊れて。本番お願いしますよ。じゃあ本番いきますよ。ファイヤー頼むね。オーケーよ。ファイヤーお願いよ。じゃあ発進します。3、2、1、ドゥ。
クオでーす。アイアーファイヤーファイヤー、オーマイゴーッ、わけあげろー、違う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 、あーやばい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 、携帯がおかしい、携帯がおかしい、あ、で、この状態だったら多分いいパス投げられる、あ、すごい、もう俺たちから見えないから、それこの状態ならインプレス投げられる、もう見えないよ、もうどうなってるこれ、もう見えない、どんぐらいポイント稼げた、それなんでもなってないか、なんかもう意味わかんない意味わかんない意味わかんないポイントがすごすぎだろ、まず215がしか見えないよ、俺のとこでは着地かい着地かい着地、おーおー来た、ね、2570万ぐらい。ラスト、ひろゆきのフェーズですね。いきます。3番手ということもありね、うん、申し訳ないけど、うん、フェアプレイはしないよ。フェアプレイ申し訳ない。トータル裂目をね、ちょっとね、使わせていただきます。普通にやってた時があったじゃん、スガールとディオで、あったね、あったね、ノラでね、マグレでね、ノラで、うん、その時に発見してしまったんだよね、あー、前回の動画のね、前回の動画で多分なんか見てる人は やばいバグがあったんでしょ、あった、だから今回はそれを全て駆使するよ、真ん中に置いてもうちょっとおしゃれに改造しとくわ大丈夫か、成功すんのか、ファイヤーのために頼むよ、じゃあ後ろに乗ります、後ろ乗ってよ、はいはい、ポータルザゲマ発動します、 3、2、1、消えた、あっいきます、はいはい、いきました、大丈夫よ、で、まず運転席に座って、はい、いや、早い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 、そんな、いけ、あ、え、なんで死んだの俺痛い早く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 、はい、1回目ですよ、まだ1回目、はい、1回目、1回目ね、はい、2回目、なんか違う世界来た、あーどっか行った、賭けに永遠野郎が賭けに負けたとか言って、ストームで最後違う行く、いやえ最後違う世界行ったこれいい終わり方じゃないこの動画の、あーまあしょうがなかったな、いいんじゃない、ちょっと